あっという間に10月12月になっちゃいましたね。皆さんやり残したこと,やり残したことありませんか今日は神々ですね。<laughs> 改めましてこんばんは。いや、まだこんにちはの時間かもしれませんね。沖縄市の上空はまだ明るいです。玉城デニーのスピリッツ・オブ・レイディオ。いよいよ3年間一生懸命頑張ってオニアしようと言って、えー、やってきました。2016年1月から始まった玉城デニーのスピリッツ・オブ・レイディオも最後の月を迎えました。今月の 22日ののオンエアまでで放送です実は、えー、最後の土曜日は29日まであるんですけどももう FM 小ザさんがですね年末年始のお休みに入っちゃうので実質もし生放送ができるとしたら22日までということになっちゃうんですね。ですから、えー、今日もしっかり FM 小ザのスタジオから生放送でお送りいたします。子どもたちちううこんにちはありがとう 可愛いいね。1、2、3、4、長女と言っておきましょう。長女、次女、三女、四女と、そして長男。<laughs> お父さんとお母さんとね、3人のお嬢ちゃんたちが今スタジオの外から眺めてます。ありがとう、玉木デニーです。よろしくお願いします。 全く性格は猫と一緒で目の前から何かが通っていったらすぐそこに気があの向いてしまうという私玉木デニーですがさて、えー、まあというように1年がもう最後の月12月師走になりました1年間本当に早いですよねというよりも私はもう本当に目まぐるしく今年はいろんな状況が変わりましたから本当にあのー。 忙しいというよりも何がどうなってるのというぐらい、えー、慌てふたためきました去年の10月です、えー、4回目の衆議院議員選挙があって、えー、当選をしてこうまた衆議院の活動をずっと続けていたんですが今年の8月です、えー、もう運命が大ん返しになるようなことになりましてそして10月4日から、えー、今新しいまた仕事を役目を与えられて。 一生懸命連日それに取り組んでいるという感じなんですが本当にこの3年間2016年17年18年と私にとってもこの「スピリッツ・オブ・レディオ」という番組をずっと続けていながらもいろんな変化があってね本当にあなんかこう1年2年3年あるいは4年5年とそれぞれ タイミングこの変わっていくタイミングというのは決してあと何年あるから大丈夫だとかそういうもんじゃないんですね変わるときにはもう1年のうちで目まぐるしく変わりますしそれがいい方向で人生の、まあ、転機といいますかね次のステージを目指そうという形でのチャレンジングだったらいいんですがそれがマイナスになって実はどん底になってしまうということもあります。私も今まででののの年間人人生の中で、まあ、大人になってからだかららだ えー、18ぐらいからはね、えー、あの学校に通いながらあるいは、えー、仕事をしながらいろんなそういう節目節目目の転換がありましたしかしその節目節目の転換があってまたそれを乗り越えるといいますかねその時期を過ぎていくとまた次の新しい展開が始まっていくだから、えー、今本当に落ち込んでる人でもね是非、えー、今を乗り越えるだけのこの少しの我慢と。 えまあ忍耐といったらちょっと大げさかもしれませんがちょっと我慢をしてよし今はしばらく現状維持だ頑張ろうという気持ちになっていただければ必ず必ずまた次の新しいゲートが見えてきますからゆっくりでもいいですからねよんなよんな慌てるなかどよんな焦ってるからこそゆっくり落ち着いていくそういう気持ちでえ今頑張っていただきたいと思います。そして1年の締めくくり 12月ですありがとうございます秋江さんまた今年もよろしくお願いいたします、ま、た窓の外す素敵な妙齢の、えー、ご婦人がご婦人が <laughs> って言ったら怒られるなあとで私の,あの知り合いの、えー、隣の、えー、ピアノラウンジの、えー、オーナーが今通っていったんですが、まあ、そんな話も交えながら12月です12月最初の1日の玉城デニーの『スピリッツ・オブ・レイディオ、えー』今日はねミスター・ビッグの曲を特集してお送りいたします。 玉城デニーのスピリッツ・オブ・レイディオ、今週はミスター・ビッグを特集してお送りしています。えー、さて、ツイキャスもねあの FM コザのホームページから遊びに来ることができますので、ぜひ皆さんもお立ち寄りください。今日もいっぱいいらしてますよ。えー、っとね、オ、え、ミ、ー、さん、舞子さん、15番目の男さん、えー、それから闇は光に勝てないさん、えー、快速ゆきゆき中年にアイスワーラーさん、えー、それから、おマリコさん、どうもありがとう、それからケイジさんね。 えー、でルドルフさん水にさした花さんシーサーさんあいっぱい来てるねありがとうりょうさんありがとうサイハイサイありがとうございます、えー、ジュピさんありがとうございますはい,いありがとうございます本当にこうやっていろんな人たちが遊びに来てくれる玉城デニーのスピリッツ・オブ・レディをどうぞこの後、えー、午後5時26分まで生放送でお付き合いくださいさて12月ちょっとウィキペディアの話も入れましょうね、えー、12月はグレゴリオ歴 太陽暦で年の第12の第月にあたります31日あります日本では旧暦の12月を始発あるいは始発または極まり月極月極月と呼んでいたそうです、えー、今では始発及び極月は新暦の12月の別名として用いられていますね、はい、英語での月の名前ディッセンバーは10番目の月の意味でラテン語で第10のという意味の「 ディッセムの言葉に由来してているるそうですへずれてるんですすずれんね実際の月の番号とずれているのは紀元前46年まで使われていたローマ歴が3月起算で、まあ、この辺になるとちょっと分かりにくくなりますのでねいろいろとこうやって変遷していくわけでございます。面白いです日本,語日本国語大辞典はこの師走の語源については記述していない。 えー、末尾には次の9つの説を、えー、列挙しているということで9つの説というのを紹介しましょうか師すお経をあげるために子孫、えー、僧侶が東西をはせる月であるところからしはせの意味があるのではないか2つ目四季の果てる月であるところからは発の月という意味3つ目年はつる年がもう果ててしまう年はつるの儀4つ目なしはつる 発るなし発るなって終わる月きの略5つ目農事が終わり農業ですね農事が終わり長江の新柄を死ね発る月きであるところからあなるほどね新柄をこう、えー、用意するという意味なんですよねで6番目稲のない田んぼの様を言うしひあすの略しひあすひあすはこうひやがった田んぼっていう意味なんですよね、えー四日明日 なるほどなるほどこういう言い方もするんですね。七つ目「しおえおさめ月」「しおえおさめ月」「しおわっておさめる月」「八つ目せはし」「せわしい」という意味なんでしょうかね「せはし」の意味ここのつめ、えー「しばしの月」の意味「しばしの月」「しばしの月」なんか意味がありそうですね「いやいやしばし待て」という「しばし」まあいろんな「しわす」という語源の意味がいろいろとあるそうでございますが。 まあ仕、えー、果てる極める月というのはなんかこう、えー、その年の一番最後という感じがしますから、えー、ちゃんと、えー、終わらせるという意味の雰囲気があっていいかもしれませんねこの他にもなんかないかなちょっと探してみましょう2曲目お届けいたします、えー、今週は「Mr.Big」のナンバーをお送りしています2曲目は「Take Cover」 玉城デニーのスピリッツオブレイディオ。今週は FM 小沢のスタジオから生放送でしっかりとお送りしています。ありがとうございます。さて、えー、先ほどシワスのあのいろんな意味があるよっていうのを皆さんに紹介したんですがね、ウィキペディアの情報を今日は紹介していますけれども、えー、それぞれの月には月のあの意味を変わった呼び方がありますが、えー、12月のことはですね、いろんなあの あの呼び方がありますよ例えばえ「限りの月」えー「期限の限につき」「限りの月」「それから音月」「弟の月」と書いて「音月」で「暮れ小月」「暮れがやってくる月」「暮れ小月」「親子月」というのがありますね、えー親子「親子どんぶりの親子」「親子月」えー「それから極月」「極める月、ね」「極月」「師走」でしょそれから「春待ち月」「春を待つ月」なるほどそれから「応答」 黄色い冬ね、黄えー、そして晩冬、えー、晩はあの晩,ご飯の晩ね、冬、晩冬それから氷の月、氷月、えー、それから暮れの年、盆えー、これはなんだろうね、老月、老、えー、ろうそくの老です、老月、老息を灯す月だからという意味なんでしょうか、なんかこういいですね、こういうね、あの、こう、日本語のなん,なんて言うんでしょう、語感っていうんですか。 あのいいですよね「番、え、頭、ー」晩冬「もう番になる冬」とか「氷月」「氷の月」とかそれか暮れがやってくる月」「暮れ小月」ねえ「ねなんか春を待つ月」「春待ち月」あ「いろいろいいね」いやあのやっぱりあの日本語の語感っていうのは非常にあの僕大好きですけどね。 さて12月は結構いろんなスポーツも行われます明日12月2日は沖縄では那覇マラソンが行われますねそれから福岡国際マラソン第一日曜日だから明日だなそれから中京競馬場ではチャンピオンズカップ第二日曜日になると埼玉国際マラソンホノロルマラソンも第二日曜日に当たりますねちょっと日,あの日付変更線超えるんだっけ超えるんですね それから、下旬の日曜日になると全国高等学校駅伝競争大会京都で行われますそれから有馬記念第4日曜日有馬記念すごいですねえ日本ハンドボール選手権全日本フィギュアスケート選手権ああ、うちの山の神が大好きなんですよね、本当に親子して本当にしょっちゅうフィギュアばっかり見てますけどもね <laughs> それからえーっとえーケイリングランプリ31日にはスーパースター王座決定戦ありますねこれオートレースです、オートレース。 それから誕生石はトルコイシターコイズトルコイシラピスラズリにブルートパーズがありますね誕生花お花はスイセンカトレアといろいろあります、えー、皆さんの12月の思い出ってどんなんでしょう僕はやっぱり12月はですね高校生の時に大みそかに中城公園、えー、その中城城上市公園ですね中ぐすく城城上市公園にオールナイトコンサートを見に行きました その時高校2年生から3年生になる、えー、冬オールナイトで見たあのコンディショングリーンとかいろんなグループが今でも忘れられませんもう土砂降りの雨の中だったんですけどもあの履いていったラッパズボンが全部泥だらけでした。<laughs> ということであっという間のお時間でございます玉木デニーのスピリッツオブレイディオ今週もたくさんの皆さんツイキャスでお付き合いありがとうございましたあのー、今週はな,、ま、なんとか生放送でできましたけれどもねえー、今週から1,2,3,4数えた後あと4回の放送です玉木デニーのスピリッツオブレイディオあと4回できるだけ生放送で頑張りたいなと思いますのでぜひ皆さんも この限られた時間ではありますがぜひツイキャスであのおしゃべりに参加してくださいねありがとうございました今日も本当にその後からきなっこさんとかね、えーはい、あのまた後から参加していただいてありがとうございました。 いろいろとこの FM 講座でもあの番組の、えー、もう終わる番組があったり新しくまた始まる番組があったりするそうですがそんなこんなで FM 講座の,、ね、あの大忘年会をやるそうです。12月7日金曜日来週の金曜日ですね 場所は沖縄こどもの国の中にありますレストラン海賊工房参加費は2500円だそうでございます、えー、ぜひ、あのー、パーソナリティの皆様スポンサーの皆様リスナーの皆様 FM コザのオンエア、えー、FM コザの大忘年会で、えー、ぜひ皆さん今年1年の、えー、締めくくりを笑顔でみんなでおしゃべりしましょうということです12月7日来週の金曜日場所は沖縄こどもの国の中にありますレストラン海賊工房です会費2500円ですぜひ ご参加ください私は多分忙しくていけないと思いますので私の代わりにどうぞ皆さん行ってきてくださいまた来週 えー、YouTube をご覧の皆さんありがとうございました、えー、玉置デニーの「スピリッツ・オブ・レイディオ」あと、えーえー、8 15, 22, 3、15、223回ちゃんと生放送でお届けするように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたしますではまた良い週末をお過ごしくださいありがとうございます。I love you